俺の名前は陽介、現在大学生だ。自分で言うのもあれだが、友達は多く、どちらかというと陽キャの部類の人間だ。よっしゃ、レポートも先輩の資料とか持ち寄ってなんだかんだ終わったし、今日はひたすら飲もうぜ。いいねいいね。やっぱ大学生はこういう時間楽しまないと損だよね。ただ世の中にはいろいろな人間がいて、俺みたいに常に誰かと一緒にいる人間もいれば。ヤミタ、今日もすっと帰るな。彼、誰かと話してるの見たことないし、大学楽しいのかな。レポートも情報共有全然しないで一人でしてたし、この時俺の中の正義感に火がついた。よし、俺があいつを救ってやる。世の中には一定数彼のようないわゆるぼっちがたくさんいることは分かっているけれど、人は一人では生きていけない。だからこそ俺はそういう類の人間は一人でも助けてあげたいと思っていた。飲み会には夜の現地集合にしたため、彼にも声をかけるタイミングを伺っていた。にしてもどこ行くんだろうあいつ。友達と遊ぶタイプには見えないしな。家か。そして彼が向かった先は本屋だった。本か、たまに漫画買う時くらいしか来ねえな。ま、声かけるなら今がチャンスか。偶然だな、ヤミタ。ところで今日の夜は暇か。忙しい。そっか。そして彼はそのまま2時間ほど滞在していた。いや、長えよ。どんだけ本選ぶんだよ。そしてそのまま彼が向かったのは喫茶店で本を読み始めた。忙しいか。いや、クソ暇じゃねえか。乗れよ俺の誘い。いや、本読んでて忙しいんだけど、返してよ。じゃあこれ読んだらいいのか。いや、ダメ。帰ったら新発売のゼリダの伝説のやり込みが。だからクソ暇じゃねえか。っていうかさ、何か誘うのに暇かって聞くのマジでダメだと思う。めんどくさい誘いだったら行きたくないし。何の誘い？古本屋巡り？なわけねえだろ、飲み会だよ。レポートも終わったことだし行こうかなってさ。いやだよ、金もかかるし。結局断ってるじゃねえか。うるせえな。じゃあなんならいいんだよ、カラオケが。いやだよ、金払ってまで歌わなくていいじゃん。それにみんなの知ってる曲知らないし。じゃあビリヤードとかダーツ。やだよ、何が面白いのかわからないし。俺の誘いはことごとく全滅した。お前なあ、人は一人じゃ生きていけねえんだぞ。そんな孤独な時間ばっかり過ごしてたら社会に出たら困って。それは彼の選択だろう。え？人とそういう場に出ると出費も増える。彼の読書やらゲームやら、たまにここで飲むコーヒーはそれほど大きな出費にはならないだろう。たまにコーヒーサービスしてくれるからありがたい。なるほど、節約になるわけか。ま、俺には理解できねえけどな。孤独なんて寂しいだけじゃねえか。ああ、俺だ、もう店行くから。孤独が寂しいだけか。君はどう思う？別に寂しくないからどうでもいいかな。君らしいよ。そして時は流れ、俺たちは社会人となり、たまたま俺たちは同じ会社に就職することになった。よろしくな。確かに俺は大学時代友達は多かった。ただこの会社の人間で年の近い人間はほとんどおらず、必然的に親世代の人間と絡むことの方が多かった。たく、今時の若いもんの言葉はよう分からんな。何を言ってるのかまるで分からん。テレビでもバズだとかチルイだとか、あれはどういう意味だ。ですね、こういう時説明をすることもあったが、 SNS で人気が出ることを。ああ、そういうことな。なるほどな。それより今度こそ次のゴルフで決めたいな。確かにいいスコアを叩き出したいものだ。聞いてねえ。それとない雑談ができていたのは同世代だったからこそであり、世代が離れるとどことなくぎこちなさを感じてしまった。結局俺は会社と家の往復の毎日となった。意外と休みが不定期だしな、うちの会社。みんなと予定も合わせにくいし、ヤミタはいつも本読んでてほとんど口聞かねえし。
こういう時、人はパチンコやら競馬やら、そういうギャンブルにはまることもあるらしい。ただ俺は、孤独の時間を勉強の時間に当ててみた。ギャンブルするほど金に余裕もねえし、たくさん欲しいわけでもねえしな。これくらいなら、まあいいか。そして数年後、俺は久しぶりに大学時代の同期と飲み会に行くことになった。キー、乾杯。久しぶりだな、この感じ。ほんとだよ、会社の人年離れすぎてて全然こんな感じにできねえからさ。いや、社会人あるあるだよね。やっぱり学生時代の友達って大事だね。久しぶりの明るいノリ、心から楽しめる、そう思っていた。しかし学生が終わると話の内容は変わってくるもので、同期どんどん出世しててさ、やばいよな。ちゃんと結果出さないとだよな。なかなか頑張りたいけど勉強もだるいしな。わかるわ。出世欲があるも具体的にはなかなか行動に移していなかったり。ケイコ、もう結婚して子供二人か。今の時代子供一人持つだけでもコストかかるから、別に焦らなくて大丈夫だって。でもなんか取り残されてる感あるよね。わかる。結婚の焦りを話し合ったりしていて、俺は気づけばそんな比較する対象が周囲にいないために、この同期たちのような焦りを何一つ感じていなかった。なんだかんだ勉強して結構仕事楽しくなってきたし、そりゃ上見たらキリないんだろうけど、でも今の俺そんなに焦ってはないな。誰かと比較せず淡々とやることを続けるのはいい結果に結びつく。もしかしたらかつてのレポートを一人で作っていたヤミタが、君のレポートは誰の真似でもない、しっかりとしたエビデンスをもとに考察した素晴らしい内容だった。いい結果が出せていた理由もそこにあったのかもしれない。これは孤独の強みか。そしてまたしばらく時は流れ、世間では新型ウイルスが蔓延し外出の自粛を強いられ、いろいろな集まりがオンラインで行われるようになった。いやー、やっぱりいくら自粛って言っても限度あるわ。クソ暇だよな。カフェにも映画にも行けないし、辛すぎる。ああ、確かにしんどいな。ああ、意外と快適なんだよな。一人の時間が増えた分、一人の娯楽の選択肢は増え、会社がダメになった時のための副業の勉強も始められていた。ずっとバカにしていたぼっちのライフスタイルは、生きる上でかなり大事なものに感じた。自粛明け、俺はヤミタとかつての喫茶店で話をした。だからさ、俺お前のぼっちを見下してたの良くなかったなって思う。悪かったよ今まで。気にしなくていい、ただ違うだけだから。その通り、こういうライフスタイルの違いは脳みその違いだからな。脳みそ？人間は内向的な人と外向的な人に分かれる。外向的な人間は大脳辺縁系、楽しいとかの感情の刺激を求める部分が発達していて、内向的な人間は大脳神秘質、つまり論理性や言語を司る部分が発達している。だから楽しいと感じるものが違うだけ、そこに優劣は関係ない。へえ、脳か。あとお前もちょっと内向的だと思うぞ。え、俺が？うん、だってお前みんなと話した後ちょっと疲れてた時あるだろう。なんだかんだ今ぼっち趣味楽しめてるし、お前の脳も内向型なんだと思うよ。考えたこともなかったけど確かにそうかも。社会に出て生き方が変わることで俺の新たな要素を知ることができた。あと俺は自分で言うのもあれだけど、内向的だと問題点見つけるのがうまいんだ。漫画とか映画とか見ても悪いところばかり探してしまう。それはお前がひねくれてるだけだろ。いや、それが結構的を射ている。うちの店のシステムに関しても彼のダメ出しで結構改善して売り上げが上がったんだ。へえ、やるじゃん。でだ、そんな俺と実は同族かもしれないお前に聞きたい。会社の現状のシステムどう思う？どう思うって無駄が多すぎだろう。
プログラミング新たに組めば業務量半分に減る。だよな。で、俺こんな感じでいけばうまくいくと思ったんだけど。お、いいじゃんいいじゃん。ああ、でもここはこうした方が。なんだ、いいコンビじゃないか。仮説を立てて検証する。内向型の一番の長所だな。俺たちが編み出したプログラムによって会社のシステムは変わった。てっきり反対されると思ったけど、意外と通るもんだな。お前結構結果出してたし、なんだかんだ上とちゃんとコミュニケーション取ってたからな。お前なりの積み重ねの結果だよ。そんなもんかね。どうした、なんか気がかりなことでも？いや、実はさっき喫煙所通りかかった時さ。ほんと、今時の若いもんは楽する手段ばかり探しやがって。上は認めたらしいが、俺にはわからんね。今までの流れってのがわからんのかねって言ってて。ふーん、もしもし、スルーでいいだろ。これで嫌われて働きにくくなったら。いや、だって楽することが悪いって価値観から抜け出せてないの向こうだし。それにこれからは俺たちの時代だろ。やるべきことをやってこうぜ。それもそうか。ぼっち、ネガティブな表現になりがちではあるものの、時代を変えて新たな流れを生み出すのは孤独な人間なのかもしれない。